竹あり漁で釣ってきたのとまた違う食感。うん、そう、全部食べて食べるんで。本当にうまいよ。あ、わかりました。はい。すごいね、油。こちらのやつ全部すごい、うん、うっとりしてる感じですね。めっちゃさぞかしい。なんかプリみたいな、油乗ったプリみたいな感触だね。さっきだったの。うん、気持ちいい。うわ、塩しかないですよね。やばい、もうお近づきの印っていうことにした。うわすごいね。旨味入ってるから楽しみ。プレゼントしてもらったやつ洗います。ぶっとったほどくどくない感じで、ブリとアリの中間ぐらいの感じのイメージだね。うん、美味しい。何食べたら美味しい。わかりました。これであれですね。おいしい。甘い、濃い、うん、生地濃い、うまっ。おー、サクブリっぽい、うまい。あさりめのブリ、うん、あさりめのブリって感じ。うん、美味しいね。うん、なるほど、わかりました。高青年ですよ、お京さん。高青年。浜松の三日日です。の三日日の魚屋さんで、鮮魚店です。鮮魚店さんで、じゃあブラジェットここからお世話になります。よろしくお願いします。